なんで逃げたんだよ。いや、逃げたなんてそんな。逃げたろ。逃げたっていうか、だって僕なんかと一緒にいたら困るでしょ。その上原くんリア充だし。ほんとこいつ、見れば見るほど。何す、ふざけんな。てめえ何様だよ。何がリア充だ。そんな言葉で人をくくってんじゃねえぞ。俺が充実してるように見えるならそれは俺の努力だ。ガリ勉野郎が高校で必死に自分を変えたからだ。リア充なんて見下した呼び方される覚えはねえ。見下してなんか。どうせお前は一人で楽しくゲームして過ごす方が何倍も有意義だとか思ってんだろ。ゲームが楽しきゃいい。おいおい、ずいぶんしょっぱい逃げだな。何がスタンスの違いだ。カッコつけやがって、ふざけんな。そもそもゲームごときに何マジになってんだよ、バカバカしい。そういう意味じゃ天道のゲーム部ってのもバカみてえって思うのは俺も同じだけどな。ほら、なんか言ってみろよ。撤回してよ。あ？お！撤回してよ！今言ったこと！確かに僕は何の努力もしてない、ゲームだけが趣味のダメ人間だよ。そんなの最初から知ってる。すみませんでした。ゲームスタンス曲げない俺かっこいいみたいなところも潰しすぎて胸が痛いです。すごく痛いね僕。そこまで言ってないけど、シャンプー譲って認めるよ。だけどたとえそれがゲームってくだらない題材でも、何かに一生懸命取り組んでる。殺されるして知れもしないのに軽々しく。バカにしていいはずがない。天道さん本当にいい人なんだ。優しくて行動力があって、こんな僕を二度もゲーム部に誘ってくれて。だから天道さん、ひいてはゲーム部の人たちをバカにする発言だけは撤回してもらいます。分かったから、落ち着け落ち着けな。ごめんなさい。なんだよ、勝手に重ねてイラついて。